チョ、あちゃんです。はい、できました。とんかつ、ね、量はトマトなし、ヒカルとあっちゃんはトマト入りで、で、ね、これ、ピーマンとごぼうと人参のきんぴらと、あれ、漁師のまかない汁、お味噌汁で、食べたいと思います。はい、では、いただきます。今日はね、これ、シーザーサラダのドレッシング。あっちゃんもね、子供は、あれ行くと思う。青じそ行くと思う。まあ両方置いとこう。使ってやーい。ではいただきます。うん。おいしい。やばい。うん。とんかついきましょう。硬っ。柔らかい。柔らかい。ゴロゴロで。うん。これもしっかりしてやもん。ホルモンとかと柔らかいだし。今回買ったよ。うん。うん、はい、ホルモンつけたら失敗したかも。きんぴら美味しいな。うん、しっかり衣ついたところやっぱ美味しい。いや、これでも衣つけ方失敗したのか分からん。さっきじゃもうついたしね。いっぱい先に粉やんね。で、粉当たらんかったよね。下準備が終わりやっちゃうんです。まあ今度ね、またしっかり作ろうね。ちょっとね、うん、いい豚肉を買ってきて、こういうところも分厚いから美味しいんだけどね、うん、悪くはないんだけど。なんか冷凍してちゃんと解凍できてなかったのもあのかもからへんな。分かれん。買ってきた時にも衣つけて冷凍してた方がいいのかもからんね。硬い。歯が痛い。二度づき気にして。
あ、わかった。ちょっと揚げたの聞いた時に中赤かったから、あなたね、切ってから揚げたからや。中赤たいんや。硬い？お肉。さあ。え？さあ。これでもね。あら。部分的に硬い。うん、なんか、なんか、ここの辺やっていけんじゃん。ここは大丈夫だけど。全然違う。なんか冷凍したからがっかりして、なんかおかしになったのかな、みたいな。ふわふわやん。切ってあげたらほんまがいいね。切ってあげなかったらレンチンがいいらしいんやけどね、うん、ちょっと置いといてんけどね、大きいかも足らんなんかな。まあまあ今もう2度あげしたやん。いや、3度あげしたやん。切ってあげたらあかんね。なんかちょっと分厚い麺とか難しい。もっと油足さないかな。油が少ないかな。うちやまくん、タバコ吸うんか。こんなイメージやな。登山健康やって、なんか登山しようか。いやいや、あんな虫に刺されるだけ、うん、とりあえず裏の山でも登山しよう。虫に刺されるだけ。あ、登られへん。駆除とか登った気にあかんやと。じゃあ崩れるだけや。ん？崩れるだけや。何の得もないし。うん。悪くて死ぬぜ。落ちたら死ぬで。3階の高さやで。寿命3年とか言ってるやん、うん、どうやって割り出してるの、うん、さあ、不健康さよ、うん、何だ、あ、聞いたって、死ぬ前になんかデータでも取ってんの、うん、キンピラ、キンピラ、富士山プロジェクトこのお城行ってやろう。お城跡、うん、あ、こ行こうよ、今度一緒に行こうよ。行ったことないね。いつか行こう思ってんねんけど、いいかい。あんなところ何も良くないで。何や、良くないって言うなよ。行こうよ。あっちゃんだけ、りょうもひかるも行ってんねん。なんで跡地ってだけでみんな行きたくなるの、うん、あれなかった、あの石垣とか。まあそんなやつはな、どっかの家のところかって石垣あるやん。ほんの石垣関係ない。もういいな、これ。あんな言うと野原やで。結構長いっぱいあるやん。
暑いわ今日もうなんか。またシャツ1になってね。うん、夏食ってさ、まあの、で、26度。この前、サメサメ言ってたのにね、もう、モンストークもいらんかな、トイもいらんかな。5月やもんね。いらんわ。片付けよう。部屋薄かったね。今日ね、もうね、台所がほとんど片付いた。うん、ほとんどって言うほどでもないけど、もう多分今日の晩には全部片付くんちゃうかな。うん、そんな気がする。うん、結構みんなね、いろいろアドバイスしてくれてて、あの、なかなか片付かへんよ、業者入れなあかんよとか、あの、っていうんだけど、あちゃんそうじゃないね。あの、そうじゃないことないけど、1日10分でもいい、5分でもいいか片付けって言われるけど、コツコツするタイプじゃないね。やるって言ったら一気にやるタイプで、なんか、部屋、昔から全然部屋汚いなって、もう、うわ、もう、歩くとこないでぐらいいっぱいなっても、ザーって片付けて、綺麗に何もなくしてしまう。うん。こういうタイプで、うん、昔からそうやな、思い出したらね、ここ最近はそんな綺麗にざっくり片付けることはないけども、それだけやっぱ時間がなくなってきてんねんね。あの、学生の頃ってすることないやん、やること。だから学校から帰ってったら、次の日まで、夏休みとか長期休みなんかやったら、一日中暇やから、じゃあ今日片付けようかも、ざっくーと全部片付けてしまう。うん、でも片付けへんって言ったら、1年、2年片付けへん。うん、そんなタイプやから。うん。いうことだよね。うん、自分の性格は結局ちょっと分かった、うん、今日はキッチンやったから明日は部屋やってしまおうかな。やってしまえるかな部屋。うん、まあ頑張ろう。うん、お腹がいっぱいだ。ちょっと頑張ってあげよう。とんかつ食べへん？いいか？とんかつ食べへん？食べて。いらん。この一口で終わろう。これ無理かも。これ食べてよ。とんかつってソースついてもソースついてんの。とんかつソースもついたキャベツも美味しいよね。
食べました。あ、サラダだけ食べしまう。味噌汁膝用の杖やって膝への負担を軽くする杖がいいねって登山あの杖欲しいな、うん、ストックみたいなこんな遅くていいのかっていうぐらい登んねってうんうん喋りながら人間気分です。あっちゃん一人登る気分だな三輪山。うん？一人で？じゃあカメラもカメラ禁止やねん三輪山。うんカメラ持ったとちゃうあっちゃんですよ喋りながら行くの。実況しながら。音声だけ。いや音声もあかんねん。うん三輪山はな神様の山やから録音とか録画一切禁止やねん。いきなりそこ登ろうとしたらうんぼやけどな本命にどっか登っとかなあかんねんけどちょっとだけ残ってた食べちまうねこれこれどうしよう蓋切れ食べといて聞いてないもうお腹いっぱい、うん、食べへんおかずもういい明日に置いとくかいいけど、いやどっちでもいいよ。置いといてもいいし。明日朝で、朝ちょっと重いな。カツサンドちょっとしんどい。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯とんかつでした。美味しかったです。ちょっと最初硬いなもんだけどね。切ってあの二度揚げして切って切り口見て赤かったから揚げたやつのところがちょっと赤かったんで、うん、とんかつの揚げ具合難しいです。はい。ということでちょっと今日は暑い。この後今日は何を食べようかな。デザートを何をしようかな。もうお腹いっぱい。デザートも考えるのも嫌なぐらいお腹いっぱい。はい。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、とんかつでした。よかったよと思ってくれたら高評価を。で、またね、応援コメントとかチャンネル登録してみてくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。では、またね。バイバイ。